皆さんこんにちは、森尾キッチンの森尾です。普段はお料理系 TikToker として活動しておりますが、この度 YouTube チャンネルを始めました。この YouTube チャンネルの方では TikTok の方で作っているレシピの方をもう少し詳しく解説したり、裏側でしたり、僕のプライベートの方をお見せできればと思っています。普段 TikTok の方では英語でナレーション入れてますが、英語の方はちょっと別チャンネルを立ち上げましたので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。で、記念すべき第1回目の動画ですが、 TikTok の方で230万再生、25万いいねついたこちらのソフトクッキーを作っていきたいと思います。 Let's go。 まず材料はこんな感じです。大体のものはスーパーで買います。たまにチョコチップはスーパーによっては売ってなかったりするので、その場合は板チョコを細かく砕く感じでも大丈夫です。次にボウルを準備して、その中に常温に戻したバターをクリーム状になるまで混ぜます。バターを常温に戻さないとこんな感じですごく混ぜにくかったりするので、時間の余裕のある方はまずバターをちょっと冷蔵庫から出してから混ぜることをおすすめします。こんな感じで泡立て器の中に詰まってしまうんですよね。ではこれぐらい柔らかくなったら砂糖を追加します。今回僕は三温糖というちょっと茶色い砂糖を使ったんですが、もしこの砂糖がない場合は普通の白砂糖でも全然大丈夫です。個人的には三温糖を使うことで白砂糖よりも濃い深い味のクッキーが出来上がる気がしますので、三温糖を使いました。はい、そしてまた泡立て器の中にバターが詰まりました。もしも詰まらない方法がございましたら、ぜひともコメント欄に残していただければと思います。ではバターと砂糖がこんな感じでしっかり混ぜ合わさったら、次に卵を入れていきます。卵は、あらかじめ溶いておきます。泡立てるんではなく溶きますので、こういう感じでフォークとかで切るイメージです。しっかりと卵白と卵黄が混ぜ合わさってる感じになったら、先ほどのバターと砂糖に徐々に混ぜていきます。だいたい 3,4 回ですかね、分けて混ぜ合わせます。こういう感じで徐々に入れていかないと分離する可能性がありますので、くれぐれもここ気をつけてください。あとはバニラエッセンスも追加しますが、これはあくまでも風味ですのでなくても大丈夫です。ここでふるい器を準備して、薄力粉 250g、 ベーキングパウダー小さじ3分の1をふるい入れて混ぜ合わせます。ただここでボウルが小さすぎることに気づいたので、大きいものに入れ替えてから混ぜ合わせていきます。そして生地を混ぜ合わせるとどんどん粉っぽさがなくなっていきます。こんな感じで完全に粉っぽさがなくなって滑らかになったら、ラップをかけて1時間ほど冷蔵庫の中で生地を寝かせます。寝かせることでバターが固まって生地が扱いやすくなるのでおすすめします。では1時間経ちましたが、いい感じに生地が固まりましたね。この固まった生地を大さじ1杯分ぐらいすくって、少し平ったく伸ばし、真ん中に適量のチョコチップを乗せて包み込みます。そして形を整えて天板に乗せていきます。ちょっと膨らみますので2センチぐらい間を空けるといいです。で、恥ずかしいことにチョコチップがちょっと足りなくなりましたので、
砕いた板チョコでも何枚か作りました。そして160度で予熱したオーブンで10分ほど焼きます。焼きにムラがないようにオーブンは必ず予熱してください。焼きたてはこんな感じです。いや、焼きたてのクッキーの匂いってたまらないですよね。香水にしたら絶対売れると思うんですよね。で、これは味には関係ないんですけど、熱いうちにスプーンでクッキーを押し付けるとよりあのクッキーに似せることをできます。こちらで完成です。出来上がりこんな感じですね。いや、結構見た目そのまんまあれですよね、あちらの某クッキーですよね。結構再現率高くないですか。裏も大きめだと思うんですけど、こう手と比較すると中はこんな感じですね。チョコがびっしり真ん中に入ってる感じです。では早速食べたいと思います。いただきます。うん、なんか外はすごいサクサクなんですけど、中が結構しっとりしてますね。あの普通のクッキーより低温で焼いてんで、なかなかカチカチにならず、あのもし焼きたてではなくなんか1日置いて食べる場合は、電子レンジの方で30秒ぐらい、実は僕もこれ昨日作ったものなのでさっきちょっとレンチンしました。うん、でも美味しいですね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画お気に入りでしたら、高評価、チャンネル登録、コメントを残していただくと僕喜びますので、よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 Good night and goodbye.